数学の高校入試問題に挑戦する動画第3弾。今日は広島新庄高校の入試問題、令和3年度の入試問題を扱います。広島新庄高校は、もう何度も甲子園に出場しています。甲子園常連校ってほどではないですけれども、県内はもちろん全国的にも知られている野球強豪校なんですが、広島県の野球、私立の野球強豪校の中では、ちょっとね、他と比較の対象にならないぐらい、圧倒的に学力水準の高い学校なんです。これは、ちょっと野球をね、本気でやってる人には、いくらなんでもハードルが高すぎるのではないかということで、最近2年ぐらい前ですかね、一クラスだけ、ちょっと入学時のハードルを下げたクラスを作ったんですが、だいぶ問題も難しくなっていますが、それだけやりがいもあるので、今日はこの問題を解いていきます。じゃあまず、全体の構成を見ていきます。これが表紙ですね。令和3年度広島新庄高等学校一般入学試験問題。これ推薦じゃなくて一般入試の問題です。この問題も学校のホームページから閲覧できる状態になっているので、これをお借りしました。他の学校の時もお話ししましたが、こういう受験生とかね、入学を検討している人が欲しいと思っている必要な情報を情報を公開開示してくれる学校という透明性の高い学校は大変好感が持てていいと思います。問題冊子は1ページから6ページまであります。で、四角1番。計算問題です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10までかな。計算と、こういう小1行台図形小問で、括弧10番まで。四角1が10問あります。で、四角2番は、括弧1、2。速さの問題なので、まあ、方程式で解いてくださいっていう問題でしょう。で、四角3番が、円錐の図が書いてありますが、ちょっと長いですね。新タイプ会話形式の問題になってるんだと思います。こういう新しいものをね、ちゃんと取り入れてるので、やっぱり学力水準が高くて、時代の流れに適応、対応できている学校だと思います。四角4番が、場合の数かなですね。カードのその並べ方が何通りあるか。問題の、文章を最初チラッと見た時点でちょっと枚数の条件書いてあるので、やや難易度は高いかなと思います。四角5番が二次関数のグラフとなんか面積を求めてくださいという問題。対問5問からなっています。1番が計算と1行代小問10問、2、3、4、5が対問になっています。で、時間配分なども考えながら一度一通りざっと眺めてやったらいいと思いますよ。では実際に解いていきます。では解いていきます。四角1番の括弧1、四角1番、次の四角に適する数式を求めなさい。この問題、割り算掛け算の問題なので、これはもう一つの分数の式にまとめていきます。最初の数が2分の 3a 乗なので、2分の 3a 乗、こう書いておきます。割る6分の 5a、 割る6分の 5a かける1分のマイナス 10a のことですね。マイナス 10a っていうのは。で、一つだけ割り算があるので、この割り算をひっくり返して掛け算の状態にしておきます。こうです。で、この掛け算をするのに、こうですね。掛け算を約分して解いていきます。まず、2分の6が1分の3に、5a 分のマイナス 10a が1分のマイナス2。なので、分母は 1×1×1 で1になりました。分子は残った 3a 乗かける 3× マイナス2なので、マイナス 18a 乗です。はい、これが括弧1番の答え。括弧2番。この引き算をしてください。まあ、右側の項が分数なので、当然分数の引き算だから、通分してから引き算をします。4分の 4a 引く4分の 3a 引く2っていう引き算。分母は 4a になります。分子は 4a 引く 3a なので、a、1a のことですね。引くマイナス2なので、マイナスマイナスで、こうプラスになります。括弧2番の答えは4分の a 足す2。括弧3番。括弧の中が2個、2個あるので、掛け算をしていきます。まず最初に 6×3 で18。
6×ルート2なので、プラス6ルート2。マイナス2ルート 2×3 なので、マイナス6ルート2。マイナス2ルート 2×ルート2なので、2×2 でマイナス4になります。ここはちょっと省略します。丁寧に解説しません。で、その続き、同類項同士で足し算してください。18-4 なので、14。ルートを含む項は、6ルート2引く6ルート2。あ、消えてなくなるんですね。あ、じゃあ14ですね、答え。はい、カッコ3番の答え、14です。カッコ4番。カッコ4番は、因数分解してくださいっていう問題。これちょっと問題書き通しときます。因数分解すると、どうなりますかっていう問題でした。で、因数分解、だからまあ、たすき掛けとかそういう方向に持っていくんだろうなと思うでしょうけど、まず一番最初に優先順位の高い作業、因数分解しろって言われた時に、まず一番最初に何をしなければいけないかっていうと、これは共通因数でくくるってことです。マイナス 3x 次乗足す 3x 足す6、項が3つあるんだけど、全部係数が3、3、6と3の倍数なので、最初に3でくくり出します。ただし、x 次乗がマイナスになってるので、マイナス3でくくり出した方がわかりやすいかな。マイナス3でくくり出して、ここの項はマイナス 3x 次乗割るマイナス3なので、x 次乗。まあ、x 次乗の係数をプラス1にしたかったってことなんですけど、で、ここの真ん中の項は、3x 割るマイナス3なので、マイナス x になります。最後の定数項は6割るマイナス3なので、マイナス2、括弧閉じ。まず因数分解の第一歩、共通因数でくくって、係数を小さくするという作業に成功しました。で、次はこの括弧の中の二次式を分解していってください。マイナス3はそのままで、ここはかけてマイナス2。なので、1×2 のプラスマイナスしかないですね。で、差が、プラスは差がマイナス1なので、x 足す1の x 引く2。こうなりますね。これだと、はい、マイナス2プラス1でマイナス2のマイナス2ですね。はい。カッコ4番の答えはこう。マイナス3、カッコ x 足す1、カッコ閉じ。カッコ x 引く2、カッコ閉じ。このカッコは順番は逆でもいいです。続いて、カッコ5番。大小2つのサイコロを同時に投げるとき、目の和が6になる確率を求めてください。確率なので何分の何っていう分数で答えるんだけど、2つのサイコロを同時に投げるときの出た目、何通りの可能性があるかっていうと、テストの時にこんな表を書かなきゃいけないということではないですが、普段勉強する上ではやっぱりこういうのを書いて確認した方がわかりやすいと思います。考えられる可能性は全部で6通り ×6 通り。分母は 6×6 の36通りの可能性があります。で、分子はこの条件に当てはまる場合が何通りあるかを数えておいてください。出た目の和が6になる確率。和が6。和がいくつって言われたら、この右上がりに同じ数字が並んでいきます。目が6、和が6になるのは、51、42、33、24、15。この場合ですね。なので数えると、1、2、3、4、5。5通りありました。ここが和が6になる。和が7、和が8、和が9、10、11、12ってなります。差って言われたら逆に右下がり。ここが差が0、差が1、差が2、差が3。っていうのは常識として覚えておいてください。カッコ5番の答えは36分の5。カッコ6番。二次方程式。x 次乗マイナス 2x マイナス2イコール0を解いてください。因数分解できないです。定数項がマイナス2なので、かけて 1×2 しかないんだけど、どっちにしても、ワーサーは1か3にしかならないので、マイナス2にはならないので、こういう場合はじゃあ解の公式使って解いてください。解の公式なんだけど、解の公式を2種類、覚えられない人は、通常の形に持ち込んでもいいですけど、一般的にはここの項の係数が2っていう偶数なので、a 分の、a っていうのはここの係数。これ今回はプラス1なので、分数ではない形で表します。マイナス2分の b。これの半分。なので1ですね。プラスマイナス、ルートの中が、2分の b の次乗。なので、1の次乗マイナス AC 1×マイナス2ですイコール1プラスマイナスルート3になりました。これが答え。こっちがこの B が偶数の時を覚えられない人はまあ一通りの覚え方として
2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b 次乗マイナス 4ac と覚えて代入しても当然答えは同じになります。ただちょっと計算が長くなるのでね、なるべくこっち偶数の時の簡単なやり方も覚えておいてください。で、カッコ7番。カッコ7番は、関数 y イコール2分の 1x 次乗において、x の変域がマイナス2小なりイコール x 小なりイコール4であるとき、y の変域は何とかである。これは文章しか書いてないですけど、やっぱり簡単なグラフを書いて確認する方がわかりやすいので、y イコール2分の 1x 次乗。こんな感じのグラフになりますかね。中学の範囲で出てくる二次関数は必ず原点を通ることになっているので、平行移動は高校に入ってからやります。で、傾きが2分の1っていうふうに係数が1より小さい数になると、ここがだんだん広がっていきます。2x 次乗、3x 次乗になると、こう狭くなって、こういう形になっていきます。今回は係数がプラス2分の1なので、こんな感じのグラフ。x の変域がマイナス2から4、マイナス2の時に、こうですね。で、4の時に、こう。この時に、y の変域がどうですか。まず、グラフの y イコール2分の 1x 次乗のこの係数がプラス2分の1、プラスであることから、グラフは x 軸より上にしかない、下に凸のグラフになっています。この時に、原点からの絶対値が大きい4の方が高い位置にあるので、y の値が大きいので、ここが最大値になります。じゃあこっちが最小値かというとそうではなくて、最小値はこの原点。このマイナス2のところは、この変域の、x の変域の両端が必ず最大と最小になるというわけではないですよ。ここは最大でも最小でもどちらでもないです。なので答えは、最小値がここ、最大値が x イコール4の時なので、2分の1かける4の次乗、四四16の半分だからここ8です。y の変域は0小なりイコール y 小なりイコール8。これが正解。出題者のその意図、趣旨としては、一次関数と直線のグラフだったら、変 x の変域の両端がそれぞれ最大と最小になりますよね。x の変域がマイナス2から4の時に、ここが最小値、ここが最大値。右下がりのグラフだと、マイナス2から4の時に、ここが最大値で、ここが最小値になりますよね。変域の両端がそれぞれ最大値と最小値になりますが、二次関数と曲線のグラフで、変域が頂点を含んでいるとき、頂点が変域の間にあるときは、こっちが最大になるけど、最小はこっちであって、ここの変域の端っこは最大にも最小にもどっちにもならないということを正しく認識できているかということを求められています。はい、これがカッコ7番。で、カッコ8番は、5人の平均が7点である。平均というのは合計割る人数、個数なので、平均5人の平均が7点であるということは、当然5人の合計は 7×5 で35ですね。なので、これを足し算していきます。5足す、2a 足す、10足す、b 足す3足す4。これが 7×5 の35になるはずなので、2a 足す b 足す、2a 足す b ですね。2a 足す b は、35引くカッコ、5足す10足す3足す4、イコール、35引く22なので13になるかな。ここまで計算できたんですが、a と b、文字が2種類あって、式が1つしかないので、a イコールいくつ、b イコールいくつと特定することはできない。関数にしかならないんですね。なので答え方として、B を A の式で表してください。2A 足す B イコール13。この式から B イコールの形に変えてくださいなので、この 2A を右辺に移行します。すると B イコール13引く 2A になりました。これがカッコ8番の答えです。カッコ9番。平面図形、角度を求める問題で、平行線が与えられています。L 平行 M。なので、まず、嗅覚の常識として、対頂角は同じです。平行線が与えられている場合、同位角、同じになります。この交差点とこの交差点、ここ突き抜けてないけど、この交差点とこの交差点同じなので、ここが46ならここも46。同位角の対頂角が錯角なので、この角度も同じ。
っていうことが最低限の常識なので、これを知っておいてください。それとここが46であれば、ここも同じく46になるので、 X は180度から 58+46 引いてください。76度。で、括弧10番四角1番の計算一行大小問群の一番最後の問題で、三角形 ABC の一つの頂点から対辺に向けて線を引いて、三角形二つに分割しました。BC を、底辺 BC を2対3に分ける点を D とします。ここが2。ここが3。高さの等しい三角形の組み合わせ。左側の底辺を BD とする三角形 ABD、右側の底辺を DC とする三角形 ADC っていうのは、高さが等しいんですね。いずれも、BD と DC を底辺として見たときに高さはこの高さ。三角形の面積は底辺かける高さ割る2なので、底辺の比と面積の比が同じになりますよってことを知っていますか？三角形 ABD の面積を12平方センチとすると、こちら側はこれの2分の3倍なので、12平方センチかける2分の3で18平方センチになります。聞いているのは三角形 ABC 全体の面積なので、答えは30平方センチメートル。12かける、底辺が2分の5倍になってるので、12平方センチかける2分の5で、6かける5で30です。はい、これが、括弧10番。これで、四角1番、括弧10まで終わりました。残り、大きい問題が2、3、4、5と4問あるので、四角1番の10問終わった時点で、大体何分くらい経過してるのかっていうのを自分でね、考えながら、やっていってください。